長尾神社は、奈良県葛城市に鎮座する、く下郡の僧者。旧大和国く下郡の式内大社で、旧社格は豪社。長尾の森の広大な神域に鎮座し、縁起式神明朝に、く下郡町尾神社、王、月次、新名目と記されている式内の古社。この辺りを支配していた長尾市の氏神とされるが、定かでない。また吉野連との関係があるとされる。 日本三大実録に、上岸元年希望正月27日大和国15位、下、長尾神社15位以上とあり、旧世紀にはこの地に鎮座していた。社殿によると、官平9年より公安4年までの間に旧回神、昇る。公安4年には、正二位、江戸時代には小一位くらいにまで昇進した。方向寺古今演技や、大和氏によると祭神は、 伊勢の神宮の内宮及び、下宮の大宮天照大臣、という下大臣である。伊勢の神宮の真西に鎮座していることから、古くから、人々の熱い信仰を得た神社であった。また、住吉、厚田、諏訪の神々も祀られている。江戸期の文献では、水孔姫命の地、白雲別名も祀られたとある。また、宝光寺古今演吟には、長尾神社は、 クズ・シモゴリ全体の僧者である、天武天皇が、人心の乱で勝利した後に、感謝の気持ちから、クズ・シモゴリ一軍を当社に献じられたと記されている。鎮座地は、竹内街道、長尾街道、横王子が交差する交通の要衝であり、古来より、交通安全、旅行安全の神として厚く信仰されている。参道は拝殿に向かって東西に長く伸びており、市の鳥居は、 近年新たに竣工した。二の鳥居の両脇には、なでかわずが廃されて、参拝者を見守っており、安山祈願の神としても名高い。また水孔姫命は、古事記や日本書紀に、体が光って、尾が生じていたと記されており、神様の化身が白蛇であると言われるところから、蛇の頭が大宮神社で、尾が長尾神社という伝承がある。さらに、長尾神社は、 西日本の長尾製の発祥地とも表記がされているが、明治盾脇の頃より、吉川家が代々受け継いでおり、関係性は定かではない。主催神は、天照大臣、豊家大臣。祭神は、水光姫命の地、白雲別名。水光姫命の地は、日本初期で、神武天皇統制に祭し吉野川上に、巡行の祭。 井戸の中から現れた国つかみとして記される、イコーリジカで、水神、井戸の神である。古事記や日本書紀によると、光って、尾が生じていたと記されている。新鮮聖史録では、吉野氏の祖先で、天白雲別名の娘、豊子不夫であり、水光姫の名は、神武天皇が授けられたものとしている。社殿では、水光姫命は、 応人天皇の知性に三角岩に降臨し、子孫の海洋を光に命じて、長尾に祀らせたもので、姿は白蛇であって、今、神社の東北に藤を持って覆われているおかげへの、藤の花がそれであるという。下吉三年の王子町方向寺演技に、長尾神社は方向寺の鎮守神と記載されており、長尾神社の名称の由来は、白神氷の美女を嫁にされた神があったが、 一向に姿を現さないので、嫁の父が神の着物の裾に長い赤い糸を取り付けて、その後をつけていったところ、長尾風に入ったという話がある。水耕姫命は、豊かな吉野川の水を守る水神であり、井戸の神でもある。白雲別名は、水耕姫命の不審で、天より降臨したと言われる。神明から水神、雲の神とされる。摂者は玄島神社、廃止、 雨の小屋根の命。微細天を祭ることから、知恵の神とされる。昔、山和に大きな蛇が住み、三和山を七回り半に取り巻き、その尾は長尾一帯まで届いていた。長者を祭りその最後尾であることから、長者の尾、すなわち長尾となが与えられたという説がある。このことから、三和明神が頭で、長尾神社はその尾に当たると言われており、 一所参りをすると利益があるとされる。また、竜が住んでいたとも言われ、竜王者は竜の頭であり、長尾神社は竜の尾に当たるとされている。長尾神社の長寿者を司るのが竜である。また、竜王者がオロチの胴体であり、大宮神社竜王者、長尾神社がオロチの化身であるという説もある。そのため、三輪明神と龍王宮の拝殿や本殿は西を、 長尾神社の本殿は、東で向き合っていると言われる。以上のような伝説から近年では流人、白おろちの神々の宿る神聖な巡礼地としても、信仰が厚い。1月1日祭丹祭、2月3日節分祭、3月4日温田祭り、7月中旬夏祭り、10月4日宵宮、10月第2土曜日曜断じり、11月23日新目祭り鉄道。 ありがとうございます。